W 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級1941年度戦時予算に基づく第9次戦時急増艦隊として8隻が建造され、1943年から1944年にかけて順次に収益した。1950年代には過半数がユーゴスラビア海軍及び南アフリカ海軍に売却されたが、 残る3隻は15型フリゲートへ改装されて、水中高速船時代の大戦戦を担った。第二次世界大戦の勃発を受けて、イギリス海軍は、戦時緊急計画を発動し、駆逐艦の急増に着手した。まず、1940から1年度計画で建造を、予定していた中間的駆逐艦の建造を、前倒しして、O 級、P 級が建造された後、 新しい戦時要求の繁栄や急増に適応した設計への変更が図られ、QQ、RQ、SQ、TQ と1940年度戦時予算の下で6時に渡る戦時急増艦隊の建造が進められた。1941年2月、1941年度戦時予算において、さらに5時に渡る戦時急増艦隊の建造が盛り込まれることとなった。 u 級 v 級に続き、1941年度間の第三陣として、1941年12月3日に発注されたのが本級である。同年度予算で建造された u 級 v 級の純動軽艦であり、j 級以来の単円突、選手楼型という船型のほか、Q 級で導入された燃料搭載量の増大や復元性の改善。 完備のトランサムスターン、また、S 級で導入された、トライバル級と同様の監視形状も踏襲された。機関も Q 級、R 級以来の構成が踏襲され、アドミラルティ式三道型水管ボイラー、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。艦砲としては、S 級、T 級と同様の45口径12センチメートル砲と、 最大行五55度のマーク2チ砲画と組み合わせて4機搭載した。ただし従来の戦時急増艦隊では、トライバル級と同様に、対水上用の DCT 砲イバンと対空用のマーク2砲イバンを併用していたのに対して、1942年4月の決定に基づき、本級より対空、対水上両用のマーク3砲イバンが装備化された。 射撃板は、対水上用としては、アフック、対空用としては、FKC が用いられた。なお次に建造された、Z 級では45口径 11.4cm 単装砲が採用されており、第一次世界大戦末期の改め、W 級以来、L 級、M 級を除いて連綿と踏襲されてきた45口径 12cm 砲の搭載は、 本級が最後となった。近距離用の対空兵器としては、56口径 40mm、連装機銃1機と70口径 20mm、連装機銃4機が予定されていたが、ウェセックス、ホエルプでは56口径 40mm 連装機銃の、代わりに39口径 40mm4、連装機銃を搭載して竣工した。 対戦中の軽空脅威の深刻化を受けて、70ミリ 20mm 連装機銃については、ウェイクフル、ウィザードでは 40mm 連装機銃課題上の、ものを56ミリ 40mm 単装機銃に、換装したほか、ウェイガーでは、全部を56ミリ 40mm 単装機銃に、換装した。なお、対戦兵器については、爆雷の搭載数は、 当初の70発から130発へと対戦中に強化が進められた。本級は対戦による喪失感はなく、8隻すべてが対戦を生き延びた。1950年代に入ってから4隻が15型フリゲートに回収されたほか、南アフリカ海軍とユーゴスラビア海軍に2隻ずつ譲渡された。 また15型フリゲートに回収された4隻のうち、ラングラーが、南アフリカ海軍に譲渡された。AB1945 年に変更後の、ペナントナンバーハット ABC 南アフリカ連邦、時代の南アフリカ海軍艦,艦艇の艦船説当時、ヒズ・ハーマジェスティーズ・サウス・アフリカンシップの略称。1961年5月31日に、南アフリカが、 イギリス連邦を離脱し、共和制に移行してからは、南アフリカ海軍艦艇の艦船窃盗時は、SAS に変更された。ありがとうございます。